Thank you for visiting our channel. Today, I would like to talk about minimalist and mindset. Being a minimalist is never be about how much you wear monochrome or how empty your room is. It's about mindset. When you are at some point in your life where you find yourself are not so much bothered by external validation or physical items, and you are more focused on inner self or inner peace. I think that is the start where your lifestyle is really adjusting to minimalism. That is how I see minimalism. 今日はミニマリストとメンタルについてお話ししたいと思います。ミニマリストと検索するときに、やはりその後に続く世の中の人の気になる検索ワードはファッション、クローゼット、部屋など物理的なものである気がします。もちろん私自身もミニマリストに興味を持った当初はたくさんそういった画像や動画を検索した一人です。1年近くミニマリズムを学んで感じていること、分かったことは、ミニマリズムは決してどれだけ白黒の服ばかりを着ているかでも、ガランとした空っぽの部屋に住んでいるかでもないのです。自分の人生に必要なものを吟味できる決断力、そして見る目を養うこと。そして人生、ライフスタイル、すべての面においてもっと意識的になるというマインドセットだと思います。自分のためのいいインスピレーションのために、いいアイデアをもらいたいためにと検索することはあっても、あの人は洋服何着持ってるから私ももっと減らさなきゃ、や、あの人の部屋はもっと物が少ないから私ももっと何か捨てなきゃと競争のような心が出てきたり、まだ十分着れる服を全部捨て全てをナチュラル系に買い替えるなど、それは今持っているものの価値を大切にし、それら一つ一つを大事に使うという本来の趣旨を完全に履き違えており、それはミニマリズムとは言えないでしょう。ミニマリスト洋服、ミニマリスト部屋、ミニマリスト財布など物質的なものばかりを検索している人は逆にミニマリストではなく物に執着していると言えるでしょう。私のイメージですが、自分の向ける意識の先が外側でなく内側に向いた時、ミニマリストと呼べる着地点に到達したと言えるのかなと思いました。周りにあの人毎日同じ洋服着てると思われるのが不安。そんなことばかり考えていたら服をダウンサイズするのも難しいでしょう。流行りのものを持ってなかったり知らなかったりすると周りに置いてかれる気がして不安。誘いを断って付き合いが悪いと思われるのが不安で断れず、いつも自分の大切な人生の時間を他人の目を気にすることに使い、自分自身のために使っていない。そういうのも全て通り越した時に自分の内側に意識を向けることができる。ここで考えてほしいことがあります。例えば、1個5000円のメロンがあるとします。1個しかない場合、きっとほとんどの人は一口一口噛みしめながら大事にゆっくり食べるでしょう。しかし、そのメロンが50個あるとしたら、まだいっぱいあるし、と気持ちも緩み、味わって食べる度合いも下がるかもしれません。もしちょっと落としたとしても、どうせまだあるし、と痛くも痒くもないでしょう。これは値段に限ったことではありません。人は限られた少数のものは大事に扱う傾向があります。さらにそれらが全て自分のセレクトのお気に入りばかりだとどうでしょう。さらに大事に使いたいという気持ちが湧いてくると思いませんか。もしかすると洋服の断捨離に興味を持ったことがきっかけでミニマリストを知ることになった方もいるかもしれません。そうやって家のものをどんどん自分の人生やライフスタイルに価値を与えてくれるものだけに絞っていくという工程の中で、決断力や世界を見る視点が磨かれていき、自分自身そして生き方にまで影響を与えることにつながります。来週またミニマリスト系の動画を上げる予定です。入り口がファッションでも、それを通して選び抜かれたものだけある生活、より思考がクリアになり、洗練された生き方を見出す力を持っているミニマリズムを知ってもらえる機会を作れたら嬉しいです。I know minimalism may not be for everyone, but I hope you get some values or a new perspective out of this video. 今日も見ていただきありがとうございました。Thank you so much for watching. Have a great day. Bye!